今日は次女の誕生日で、こんな感じでご飯を仕上げました。愛ちゃんが好きな花子くんのケーキ、愛ちゃんハッピーバースデー、そしてヴィトンのチョコを振りまいて、こんな感じにして、こちらはステーキで、こっちはアスパラのベーコン巻き、ちょっとつまみ食いみんなしてるから合間に、でこれキムチで、これがホタテで、パプリカで色鮮やかにしようと思ったらちょっと色が焦げちゃいました。でこれがまあ子供用のバレンタインで、でちょっと散らばしたからこんな感じで、でこれ、そしてイクラとサーモンと、サラダ、それでこれはタンシチューで、まあサーモンもまあこんな感じでいっぱいあります。こんな感じですよ、こんな感じで。